このお城か。ディズニープリンセスが集まるという舞踏会は、シンデレラにベルにアリエル。かわいい。かわいすぎて気に食わねえ。おもちゃになってしまうがいい。シンデレラ、待たせた。あれ？シンデレラ？どこに行った？ねえ、リカ、岬見て。これすっごく可愛くない？かわいい。そんなものついこの前までなかったのにね。これちょうど3つあるから、一人一つずつ買って帰らない？それいいね。じゃあ私はアリエル。私はシンデレラ。私はベル。可愛い買い物ができたね。今日買ったこのアリエルのお人形、どこに飾ろうかな。可愛いからここに置いちゃおった。今日の宿題は、助けて、お願い、元の姿に戻して。え、今の何の声？ここよ、ここ。まさか幽霊？いやー、どこどこ。違うわ、目の前、私を見て。私？目の前？そんなことはいいから、私を元の姿に戻してほしいの。シンデレラが喋ってる。悪い魔女にこんな姿にさせられて、元に戻るには私たちのバッグが必要なの。それをあなたたちに取ってきてほしいの。バッグね、わかった。みんなも喋れたんだね。まさか雑貨屋で買ったプリンセスが本物のプリンセスだったなんてね。お人形にさせられちゃったなんてかわいそう。何が何でもバッグを探し出して、元の姿に戻してあげよう。うん。ねえシンデレラ、あなたのお城に来たけど、そのバッグはどこにあるの？私の部屋よ。でも今このお城には意地悪なお姉様やお母様がいるの。見ず知らずのあなたが入ってもきっと追い出されるわ。何かいい方法ないかしら。そうだわ。翼ちゃんどうした？ラウン、あんた確か女装用にってシンデレラの衣装持ってたわよね。おお、それなら今ちょうど着てるところ。はあ、あんた何考えてんのよ。あー、まあいいわ、今すぐお城の前に持ってこれる？俺っちのドレス没収ってか。いいから早く持ってきなさい。はあ、よしよしよし、いい子ね。セバサちゃん持ってきたよ。よし、じゃあ私がこれに着替えて。あなたまさか。そう、私がシンデレラのふりしてお城に潜入するの。髪型もシンデレラみたいに一つに結んで、ドレスを着たらどう？さっきに比べて少しはシンデレラになれたと思わない？セバサちゃんめちゃくちゃかわいい。バレバレだと思うわ。まあバッグを取ってくるにはこの方法しかないんだから。行ってくるわ。翼ちゃん、バレないように頑張って。とは言ったものの、シンデレラの部屋ってどこにあるのかしら。あら、シンデレラ帰っていたのね。そうなんです、たった今。あら、シンデレラ、あなたなんかいつもと違う気がするわ。ちょっとこれはメッシュ？あなたはこんなことして調子に乗ってるんじゃないの？うわ、やっぱりシンデレラのふりをするって無理があったかな。ねえシンデレラ、あなた何を考えているの？別にお姉様たちに迷惑かけてないでしょ。やい、何よその言い方。シンデレラ待ちなさい。いけないいけない、ついつもの私が出ちゃった。シンデレラの部屋ってここ？うわー、なになに、ここは衣装部屋。さすがシンデレラのお城の中、すっごいかわいいドレス、ティアラもこんなにたくさん、バッグにネックレスにステッキまで、すごい、テンション上がる。それよりも私、シンデレラのバッグを探さないといけないんだったわ。この部屋にはあるのかしら。シンデレラ、お風呂掃除はしたのかしら。まさかママ母。シンデレラ聞いてるの？お風呂掃除は？してません。掃除もせずに何衣装部屋で遊んでいるの？
あなたにはすることが山ほどあるのよ。まずはお部屋の掃除、姉二人のドレスの洗濯、私の代わりに料理作りなど、遊んでる暇はないのよ。はぁ、さっきから聞いてりゃ面倒くさいことばっかり押し付けてんじゃないのよ。シンデレラ、あなた私にそんな口の利き方していいと思ってるの？翼さん、そんな言い方したらもっと怒らせてしまうだけになってしまいます。お母様、ゲゲ、シンデレラってば私たちに歯向かったのよ。まずい、こっちもこっちも3対1はさすがに。シンデレラに逃げるが勝ち。あ、シンデレラを待ちなさい。もうシンデレラの部屋ってどこ？翼さん、そっちじゃなくてこっちです。あ、シンデレラ、え、こっち？すっごい。ここがシンデレラの部屋で間違いないよね。バッグはどれも可愛いけど、水色のバッグって言ってたから絶対これね。これでシンデレラが元に戻れる。見つけたわ。え、もうしつこいわね。あら、何そのバッグ、とっても可愛いじゃない。私にちょうだいよ。いやいや、このバッグを取られたらシンデレラが元に戻れなくなってしまう。いいから、私たちに貸しなさい。ほら、こっちに貸して。後ろにいることも忘れないで。あ、もうダメだ。何？もう誰？しつこいわね。シンデレラ、ちょっとここで待ってなさい。一体何？ああ、これはこれは美しいお姫様。何？一般人なのにちょっとかっこいいじゃない。俺ちょっとお姫様と遊びたくてさ。レン、ナイス。翼ちゃん、今のうちに脱出してくれ。お姫様たち、このドレスめちゃくちゃ素敵じゃないっすか。そう、あなたこそこの洋服、101匹ワンちゃんで可愛いわね。そうっすか。お姫様にそう言われるとテンション上がるっす。今のうちに脱出成功。レン、ありがとう。よしよし、翼ちゃんうまく出て行ったみたいだな。あなた、うちのお城に入る？一緒にパーティーしてもよくってよ。おー、それはそれは、ありがとうございます。なんて言うと思いました？え、さっきからシンデレラ怒鳴る声がお城の外まで丸聞こえで恥ずかしいっすよ。意地悪なお姉さんたちですね。何よ、あなた、さっきと態度が。こんな人たちとパーティーしても全然面白くないし、ただの時間の無駄なんで。じゃ、バイなら。なんなのよ、あの人。まったく、この私たちをからかうなんて。あら、シンデレラがいなくなってるわ。キー、やられたわ。レン、こっちこっち。本当にありがとう。あんたのおかげでこれゲットすることできたよ。翼さん、本当にありがとう。私はこの中にあるこれさえあれば元に戻れる。すごい、本物のガラスの靴。私はこれで安心だけど、アリエルは大丈夫かしら？大丈夫。きっとリカがバッグを取りに行ってくれてるはずよ。でもアリエルは普段海の中に住んでるの。どうやって取りに行ってるのかしら？確かに。お願い、おばあちゃん。おばあちゃんの魔法で私を人魚にしてくれないかな？ひーひーひー。お前さんからわしにお願いなんて、俺はもちろんしてくれるんだろうね。わざわざ人魚になってもらうなんて、私は何とかして元に戻るからいいよ。大丈夫よ、アリエル。私はあなたの力になりたいの。いいわ。お礼は何でもするから人魚にして。そうか、そうか。それじゃあ、お望み通り、人魚になるがいい。ありがとう、マサのおばあさん。アリエル、バッグを探しに行こう。俺は何がいいかな。ゆっくり考えておくか。元に
戻れるそのバッグはどこにあるの？私が住んでるアトランティカにあるわ。そこまで連れてってくれる？わかった。このお話は前編よ。アリエルとベルの話も気になるよって子は、評価をぜひここでみんなに質問。みんなはシンデレラのお話見たことある？コメント欄で教えてね。続きをお楽しみに。バ